はい、どうも皆さん、トライアングルです。なんと今回ですね、前ね、そのトライアングルの地獄ステージとか裏ステージを作ってくださった方が、なんとトライアングルの塔、要は青の塔ですね、のトライアングルバージョンを作っていただいたと。はい。そしてメモとクレジット。十字キーでキャラを動かすと。で、A のボタンでキーを、スイッチを押すっていうやつですね。ちょっとまだやったことないのでわかんないんですが、トライアングル様、本当に面白いです。ありがとうございます。ということで、じゃあ行きましょうか。A キーでスタート。OK、A キーね。行きます。どんな感じなんだろう。はい。はい、押せない。まあ、これで行こう。はい。ん？あー、こっからね。行きます。じゃあ、スタート。ん？うわー、ちょっとびっくりした！あ、これで押すと。うわ、やばい、マオニじゃん！加速してる。あ、しかも、やばい、混乱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 、逆になってる、逆になってる。これ多分みんなわかんないと思うわ。逆になってる。これ逆になってる、操作が。操作が逆になって、ベース！待って待って待って、落ち着け落ち着け、トラングさん落ち着いて、落ち着いて、トラングさん落ち着いて、逆が難しいよ！大丈夫、いけ！よし、大丈夫。はい、はい、次。わお、わお、わお！ちょっと待って、で、上行って、イヤン！おばいべつ！おーはい！せよ！はいはいはい！よし、次。なになにこれ？なーい！ちょっと待って、ちょっとパン！落ち着きたまおす！で、ポンプ！大丈夫、大丈夫。あ、はい！大丈夫、大丈夫ですね。トラビース！ほん、は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 ん！大丈夫、よし、これ、だい！なんてこれ乗ったらダメなのね。なんとなく分かった。一応確認しただけさ。分かってるよ、もちろん。そんなことはな、分かっているんだよ。大丈夫だ、さあ行け、どこだす？あっちかい、難しいね。ちょっと待って、待って。あ、おし、オッケー。次。ね、デンジャース。ウェイス！大丈夫、デンジュー。デンジューだが、いっぱいいるってことね。なるほど、これ5回ね。5回はいっぱいいるというステージを作ったってことだ。わかった、よし、いいだろう。やってやろうではないか。ここで1回待って、難しい。さすがデンジャーといったところ。よし、突破。混乱した。ひぃー、なんか混乱したくせにすごい人数がいる。混乱で、うわ、難しい。混乱が一番難しいかもしれない、これ。わ、待って、大丈夫。お、来た来たよし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 。次。デンジュー！デンジャー！待って、なんかすごいの吐き出してくれよ！待って、これ上か？上か？一回上か？あっ！あっ！あっ！これゼウス青じゃない？これ多分ゼウス青にイメージされてるんじゃないから、これ多分もう一回クリアできる自信がない！あぶねえ！よーし！はぁ！はぁ！やばいこれ！全ステージクリア！これ撮れてるよね？撮影できてるよね？大丈夫だよね？やばいこれ面白い！はい、ということで、いかがでしたでしょうか？いや、でもさ、僕のあれに緑の塔っていう風にちょっと名前を付けさせていただくんですけど、すごいね、あれ。普通に面白かった。ちょっと、びっくりしました、面白すぎて。まぁ、ちょっとね、まぁ、また、もしね、作ってくださったら、まぁ、また、やっていこうかなと思います。あ、これは、姉さんに会えるんじゃないか？もしかしたら、もしかしたら姉さんに会えるかもしれない。しかも、あれ？ちょ待って。二人いるぞ。宗次郎さんでしょ？で、僕は、僕とは違う。もう一人の僕。やばい、しかも、やばい。完全に揃いましたね。姉さん一人と、揃ったとかじゃないけど。え、これはぜひちょっと会いに行こう。会いに行って、ガスマスティングと言いました。多分フレンドさんだと思う。うん。いたぞ会いに行こうではないか、ルシファー様に。そうですね。これ隠しステージ10回クリアしないと、ゲットできない、もう、子なので。Hello, friends! Oh, Gasmos! Thank you! Thank you! ありがとう。やった。ちょっと挨拶できた。嬉しい。よかった。ガスマスティング使ってくれてた。はい。ひらがなでね、トライアングルという名前にするとね、ガスマスティングというワードがゲットできますので、よかったらね、欲しい方は、ぜひ、いただけたらね。で、僕のスキンを作りたいと思ったら、ぜひ、青鬼運営さん、僕に連絡してください。はい。いつでもお待ちしております。はい。お前はその前にまず公式になってくれと。なる気はないんだ。すまない。なる気はないっていうかもう、一回、ね、断ったっていうか、つけてもらって消す場合はもう二度となれませんのでという忠告をいただいたのでね。まあ私は二度と公式になれることはないんですが、まあそれは仕方ないことですよ。私が蹴ったというかね。お！雷神風神という名前の方がいますよ。いいですね。そうだよね。風神いるよね、多分ね。うん、風神はいると思うんだ。だそれがいつになるかなんだよね。だから、地味に次のイベントすごい楽しみにしてる。もしかしたら風神が来るんじゃないかって思ってる。なんか、立て続けに来そうな気がするけど。まあ、でも、おー姉さん僕的には、
まあ、まったりね。お、ガスマスティン、センキュー、ガスマスティン。僕的にはまあ、まったり、その、おお、筋肉ムキムキマッチョメン。来ましたね、筋肉さん。とりあえず最終地点ここなので、いや、かっこいいなぁ。あ、揃った揃ったよ。ほら、ここ、ここ来て、宗次郎さん、ここ、ここ、ここ、僕の隣、体格数、宗次郎さん、宗次郎さん、来た。いや、ちょっとよかった、うまく、なんか、並べた気がする。まあ、あまり迷惑にならない程度ね。迷惑にならない程度に、まあ、ちょっと並びたいなと思ったので。来るか、いや、大丈夫だね。よし、戻ろう。姉さんのところに戻ります。姉様、姉様、ただいま。よいしょ。さあ、守り神出して。宗次郎殿はやられてしまったのであろうか。大丈夫か、姉様。姉様は多分強いから大丈夫だ。まあでもこの狭い空間、いや、よし、よし、配置に戻れ。いや、こっちか、こっちの方がいいか。よし、ここで、配置に戻るぞ、ガスマスティン。大丈夫かな、もう一人の、大丈夫かな、もう一人の人いるかな。やばいか、やばいかな。やばい、情が湧いてしまってる。ひぃ無理だ、今のは無理だ。すまない姉様、もう一人は、もう一人の方はどこだ。あー、今ロッカーに入ってんのか。なるほど。あー、でもどっちも頑張れ、どっちも頑張れ。あー、間に合え、間に合え、おー、間に合った。ちょっとこれ見ていいですか。いや、でもこれは姉様有利かな。うん、いや、どうだ、うん、どうなんだろう。動き方とかやっぱりね、あー、うまいな。ちゃんと動き方とか見るんですね。あー、これでまあ、これで勝ち確かな。なるほど、なるほど。魔剣伝説を始めてからずっとサーバー2位を維持し続けている。なぜならサーバー1位が毎日2位に転落するんじゃないかと心配している様子を見たいからだ。最初の120円を課金してセットやギフトバッグをたくさんゲットし、戦闘力を300万上げて1位のやつを倒し、彼のレア武器を手に入れて私は簡単に1位になった。が、金持ちはゲームを遊ぶのも負けず嫌いでね。いや、これさ、無課金でこうなるんだったら全員なってるじゃんっていう思っちゃう。結局平等じゃんっていう。その、それは強くなるよ、自分が。でも、その広告でやってるってことは、みんな強くなるってことじゃないですか。この、横一線で。結局、基準値は変わらないんじゃないかなって。だから、それ強くなれるよ、いきなり。他のゲームより。他のゲームより強くなれるけど、その、あ、今、ボット部屋だったので、抜けました。はい、フレンド部屋に入ります。その、平らだけど、それでさらに、そっからさらに上に行くために課金しないといけないんじゃないかなって僕は思ってしまう。はい。まあ、もちろんね、ちょっと、魔剣伝説気になるので、まあ、こうは言ってもね、こうは、ね、ああだこうだ言ってますけど、それやってみないとわかんないから、サブチャンでやる予定です。はい。ちゃんとね、何も知らずにやるのはね、それでただ、その、批判ではないんだけど、まあ、そういうのは言うのはちょっとよろしくないので、実際にちゃんとやってみて、ダウンロードしてプレイしてみて、あ、意外と楽しいってなるかもしれないし。まあ、でも多分黒い砂漠的な感じだと思うんだよね。自動っていうか、オートで結構やってくれるよみたいな感じだと思うから、実況ができるかどうかっていう感じだけど、まあでもちょっと気になるよね。どんだけ豪華なのが出てくるのかとか、広告見てるとね。とりあえずさ、これは青鬼オンラインの実況ですよって。ごめんなさい。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。さあ、レディー、ガー、よし、来ましたね、来ました。トライアングさんの価値格の言葉、そしてガスマスティングと、素晴らしい。これは最高の引きですね。いや、本当にこれルシファーゲットしてよかったな。本当に可愛いと思う、これは。すごいお気に入りですね。お気にです。はい。お気にのトライアングルくんですね。ありがとうございます。これはとりあえずガスマスク持ってるから、まあ、気楽に行きましょう。ガスマスク持ってる状態だから別にそんな焦ることなかれといったところだ。ゲットデチュ、ゲットデチュ。うわー、トライアングさん、あんた落ちぶれましたねって。ここでうまくゲットだぜ、ピッピカチュウが言えずにね。いや、本当はね、みんなもポケモン、ゲットじゃぞーって言った。あれ、違うわ。ゲットだぜって言って、ピッピカチュウって言うとしたんだけど、ゲットでチュウって言っちゃった。年かな。一応僕、エイジ29なので、はい。29歳なので、なかなかね、ちょっとそろそろ危うい年齢かなって。いや、別にこの年齢がダメとかじゃなくてね。この年齢が老いてるとかじゃなくて、僕は、多分ね、普通の、
人の29歳より多分ね、僕脳の低火力が多分激しいと思うんですよ、バカだから。うん。だからワンピースのルフィのゴムだから効かないね、ゴムだからみたいな言い方でバカだからって言っちゃったけど、まあ若干僕脳とろけてるので、なかなかまあちょっとね、その衰退が早いと言いますか、だと思うので、ガスマスティン。まあ、だからまあでもね、こうやって実況でね、お話しすることによって、こうやって一人でね、一人で喋ることによって、まあ、ボケ防止というね、その、やだな、60歳とかになって。はい、皆さん、トライアングルです。じゃあ今回は、何やるんちゃったかの、青に、オソラインやっていこうかの、じいさん、青にオンラインじゃ、あーすいません、ナバーさん、みたいな感じの実況になったらどうしよう。それでもみんなついてきてくれるかい？その頃にもみんな、僕についてきてくれるかい？その頃まで青にオンラインやってんのかな？ていうか、実況やってないと思うんだよ、多分。僕は多分あと数年だと思ってるから、あ、でも数年わかんない。でもわかんないなぁ。まあ、やっぱり今仕事、本業が今ちょっと、その今コロナ禍のね、影響でこうやって今続けてるけど、ねえ、いつ終わるかわからないからね、今のうちにみんな見といてほしいです。あ、やばいです。これ一回に行きましょう。危ない。今のは分かれてくる。分かれてくるって分かったぞい。助けてぞい！危ない。いや、ネズチュー。なぜ僕、ヒヒー。そうか、ネズチューを追いかけてたのか。あのネズチュー多分すごい上手い方だと思う。この動き、上手い。この方。上手いぜ。間違いなく、上手い。これ、あ、これラグですね。当たってんのこれラグなんだけど、これはこの人めっちゃうまい。多分、うまい。あ、でもやられて、まあ、さすがにあれはきつかったね。3人で囲まれたら無理だけど、あの人多分うまいと思う。はい、ということで、まあ、今回は、緑の塔をやってみました。いかがでしたでしょうか。多分、明日かな？明日になると思うんですけど、新シーズンが始まるので、まあ、ついに青の塔が終わりだと。いうことなんですけど、多分ですけど、次の新シーズンっていうかシーズンも多分すごいことが起こるんじゃないのかなと僕的には思っております。はい。なのでまあ皆さんまだ青鬼オンライン続けてやっていきましょう。ということでじゃあお疲れ様でした。バイバイ。